直樹チャンネルの井上直樹です。ライジン48無事勝ちました。皆さん応援ありがとうございます。ベルト取りました。ありがとうございます。いやー、やっとほっとした感じですね。もうこれ試合終わって次の日に撮ってるんですけど、はい、試合翌日でございます。試合翌日です。この目のあれもねついてますから。でも思ったより全然腫れてなくて痛みもないんで、ただちょっと締めるぐらいなんですよね。気をつけてね。いや本当に皆様のおかげで勝つことができました。応援ありがとうございました。いやで、そしていつもサポートしてくれてるスポンサーの方々紹介したいと思います。今回 T シャツこんな感じになっております。まずは横浜銀行様、株式会社マルコー様、ラーメン三浦屋様、ティーワークス様、つくみ重建株式会社様、リサージェンス株式会社様、ガレージクローバー様で、こちらの方にも再刊システム株式会社様、帝拳内装様です。で、裏面はそうですね、いつもお世話になっているジムとジビエ料理の美味しいジーロさんになります。応援サポートありがとうございました。皆さんやっぱり会場に来てくれて応援してくださってたんで嬉しいですね。もちろん行きましたよ僕も。そうですね、としきさんも来てくれて。行きましたよ、ありがとうございます。いや大会全体がもうすごかったっす。 KO 一本がたくさん出ている。あ、そうですよね、すげえと思って。そんなわけで、はい、YouTube のアップロード時間を僕間違えました。いやだってあんなハイペースで行くとは思わなかったのよ。3試合連続で7時でアップで大丈夫だなと思ったけど、はい、思ったより KO1 本が凄まじいスピードで行くし、いやすごかったですよね。そんなわけで試合中に上がりました動画が。ありがとうございます。いえいえいえ、本当にめっちゃドキドキさせてもらって、勝った時めっちゃ声出ちゃったね。よっしゃーって、よっしゃーって。いやー、よかったです。本当にそんなわけで試合前に頼んでたパンがあるので、うん、それをちょっと食べながら。じゃあパンを置く前にちょっともう一回最後だけベルト見してよ。そうですね、ベルトですね。これでね、パンにこの後は変わって、はい、このパンになってベルトはしばらく見えなくなりますので。そうですね。しっかり目に焼き付けておいてください。はいはい、ありがとうございます。はい、そんなわけで、はい、パン買ったんだ。パン買っちゃいました。試合後しか食べれないんで。でだって大晦日が始まっちゃうとまた食べれなくなるじゃないですか。だって10月ですよ、3ヶ月しかないです。勝って防衛戦すぐやらせろみたいなこと言ってたら誰だね。いや、すぐやりたいじゃないですか、やっぱり。まあね、調子いい時に。そうだね、怪我があんまりない時に。そうだね、はい、やりたいんで。そうですね、はい、まあまあちょっと食べながらいろいろお話をしようと思います。はい、試合のねことに入る前にも僕は個人的にめちゃくちゃ気になっていることもあったから。あ、そうですか。そこもちょっといろいろ聞いていこうかなと思うので、はい、はい、じゃあまずはパンを披露します。食べたいだけじゃないかって。ベルトより嬉しそうなリアクションをちょっとさされるのもあれなんだけど、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。自分も何が届いてるかちょっとね今初めて見たんですよ。あ、そうなんだ。あ、なんか言ってたね、パンの詰め合わせというか。あ、そうです、パンの詰め合わせを買ったんで、はい、そしたらこんな感じで届きました。じゃじゃん、なんかすごいフランスパン系が。あ、フランスパンっぽい。アンバターフランスって書いてあるんです、これは。アンバターフランス、はい。他は明太子フランス、明太子フランス、ミルクフランス。フランス めちゃくちゃなんか出てくるぞ。あとリュスティックっていうんですか、これ。いや、めちゃくちゃパン集合してる。すげえパンだらけだ。とまだまだまだちょっとあるんで、ガーリックフランス、ほい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 。これリュスティックコーンなんですけど、コーン、これリュスティックプレーンです。プレーン、はい、はい、プレーンです。これアンバタープランフランス、アンバター2本目だね。はい、でミルクフランス、ミルクフランス、
で、チーズブレッド。チーズブレッド。と、カンパーニ。カンパーニ。なります。たくさんあります。たくさんありすぎます。あと、まだちょっとあるんですけど。それ初見なんだけど。実はプリンも買ってまして。プリン買ってる。愛知といえば。愛知といえば。はい。え？わかんない。何？愛知といえば。名古屋といえば。名古屋城？そうです。だよね。はい、名古屋コーチンのプリンです。どちらも。だからちょっと買ってみました。なんかプリン毎回買っちゃいますね。いっぱい買っちゃいました。アンバタープランスとか。食べやすそうなんで、明太子フランスとかこの辺食べながら。あ、じゃあこれあんバターフランス。ごめんね、僕あんこ苦手なんだ。あ、そう本当にごめん。いいですか、あんバター食べれないんですか。すんませんというかそんな詰めないでチャンピオンミルクフランスで、はい、あんバター自分好きなんですよね。そうだよね、なんかあんバター大好きだよね。大好きですね、やっぱり愛知なんで、うん、てか普通に朝高校生ぐらいまでパン食べてたんですけど、うん、パン焼くじゃないですか。パン焼いた後にバター塗って、うん、その後にあんこ乗せてみたいな、うんうんうん、もうしょっちゅうやってたんで、うん、もうそれが普通になっちゃいますよ、ね、常に家にあんこがあるみたいな。はいはいはい、いただきます。試合後のパン。パン、すごいバターとあんこが入ってるいや違うんですよ、思ったよりバター感が強くて、あ、ちょっとそういう風になっちゃうめちゃくちゃ突っ込まれてさ、それあんバターフランスだもんまあまあまあ、ちょっと、食べながらでいいので、はい、いろいろと話を聞きたいことが意外と僕もたくさんあって、というわけでちょっと大会の始まる前の話で僕聞きたいのが、公開計量何にらめっこになったのあれがさ気になって仕方なくて違うんすよ、あれ思い出し笑いです、絶対なんかのいや違う違うの、いやあれはスーチョル選手が、うん、自分結構もう真剣に見てたんですよ、うん、見てたんですけど、スーチョル選手が急に口をなんかうんうん、やってたね、動かし始めたね、もご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 し始めちゃったからなんか笑いそういや思い笑ってたよ、おいし違う、スーチョル選手が笑いそうだなと思って、それなんか笑いをこらえてるのが面白くて、うん、笑っちゃったんですよ。こんな世界で一番平和な公開経路初めて見たみたいな書いてあって俺もそう思うと思って、もう自分も笑ったのは初めてですなるほどね、いやなんでにらめっこになっちゃってんのと思ってコメント数値はさ日本語だったじゃん。そうですね、すごいですよね、うん、しっかりして全部日本語で喋ってたんで、だからこそ日本のファンにも好かれるんだろうなっていうふうにも思いますし、努力してる選手だなっていうふうに、すごい本当、はい、格闘家としてのリスペクトもありますけど、やっぱりそういうところのファンの心をつかむところも本当にリスペクトする、尊敬する選手だなっていうふうに思いましたね。やっぱり自分も UFC 行った時は全然英語も喋れなかったんで、まあ、今なら多少は喋れるかもしれない、ちょっと言えるかもしれないですけど、その時は全然喋れなくて通訳してもらってたんで、ちゃんとやらないといけないなっていうふうには思いましたね。公開計量に YouTube コメント欄俺見ていたぞ、誰だ、スーチョル選手直樹くんより日本語うまいって書いたやつ本当にもうもうネタでしかないじゃないですか、ネタにされまくってるよなんかあっちこっちでもう面白いですけどねというわけで、それでまあ1日経ちまして試合当日になったんですけど、僕も会場でなんていうのかな見ていて、開会式直前の後ろの映像を見せてもらっていて、スクリーンで、あー、はい、寝てたね寝てました、寝てるとこ思いっきり抜かれていてさここでめちゃくちゃ面白かったのが、直樹くん寝てるのはまあわかるじゃん、スーチョル選手の方に行ったら
あのスーチョー選手起きたのにスーチョー GA のセコンドみんな寝ているみたいな図になっていてうんみたいな、なんかいやまあでも寝ちゃいますよね。会場入りしてリングチェックして、でその後にお客さんが多分入ると思うんですけど、開会式までに時間もあるし、まあ、そこから動くこともないんで、なんかやることがないんですよね。ちょっとリラックスするためにも目つぶろうって思ってヨギボーに寄りかかってたらいつの間にか寝てましたねでもそれだけリラックスできていたんだなっていうのは逆にすごかった、僕は見ていて。そうですね、なんかいつの間にか、いや最初にでも聞いてたんですよ、何時から何時までは取りに来るのでいてくださいみたいな感じで言われてたんで、まあここにいればいいかと思ってずっといたら、いつの間にか本当に寝ててあれガチでしていたよね。はい、まあせっかくなので大会試合は、でもあのほら直樹君はもちろん今回準備とかねいろんなところがあるから、あの全部は見ていないと思うんだけれども、まあさっきもちょっと言ったけど KO1 本がすげえ多いなって。そうですね、あの1ラウンド目から4ラウンドぐらいまで 4試合目ぐらいまで、そう全部1本でしたもんね。 KO1 本だったね。1試合目 KO、 2試合目 KO、 3試合目 KO の高木選手のところで1本入りまして、でそこから5分3ラウンド目いっぱい使ってるのかな全員が。そうですね、3試合目ぐらいの時にそのバンテージを負け始めたんで、うん、ちょうど高木くんがやってる試合も見れなかったんですよね、うん、で5試合目の途中から見ることができて、だけどもうもしかしたらすぐ決まるかもしれないからってことで、うん、早めにアップしといて試合の準備をしてましたね。まあちょくちょく見ながらだったんで本当にあまり覚えてないですよね。あでもどっちが勝ったんだなっていう風な感じのは見てましたね、うん、そのまあ八千選手が勝ったんだなとか佐藤選手が勝ったんだなとかっていうふうには一応は見てましたね。で、アーチレットとシェードライフ笑っちゃうなよまああのシェードライフ選手が化け物すぎるっていうのがよくわかるなっていうのがちょっともういやーやばかったですね。ほぼ1ラウンド2ラウンドでもう KO しちゃいますもんね。3ラウンド戦ってるの多分誰も見てないと思う。そうですよね、ペースは誰が止められるんですかね。全然食べていいよパンパン食べていいよ。ガーリックが、ガーリック、はい、じゃあ俺明太。やっぱ小麦食べたくなっちゃいますよね数日置いてラーメンとか行くんでしょ。はいおいしい。さあ次は、元谷選手、太田忍選手。元谷選手がやりましたね、強い、勝ち切りましたね。すげえって思った本当に、ね、でも序盤からすごいストレートが結構入ってましたもんね、うん、打撃が入ってて、いやリアネキッドチョップ決める時までの流れが綺麗すぎて、やっぱこうやって切り替えてスッて入ったところにこれで決めてましたもんね。だからどっちかが投げてお互いがグラウンド状態になった時に、ね、なんかあの体勢だと多分太田忍選手が結構力でいけちゃいそうなところはあったんですけど、まあ、でも元谷選手がすぐ切り替えてバック回ったんで、あれすごいいい判断でしたね。そしてナイクスーチョル、もっとドロドロぐちゃぐちゃになるんじゃないかなと思っていたから、みんな思ってましたよね、うん、まあでも自分もあの判定で行くつもりで挑んでたんで、そんなに攻め急いではなかったんですけど、なんか決まっちゃいそうだし殴り続けてたら終わっちゃいましたね。まあでもそうなんですよ、ラッシュかけたってたつもりだったんですけど、なんかそんなにずっとバンバンやってた割には疲れもなくてすごい冷静だったなって感じですかね。ぐらつかせたのを見た時はみんなえそうみたいな感じのやっぱあったからね、反応が全部が、うーん、チョーク取りに行ったじゃん、はい、でもすぐねチョーク取らずに取れないって判断してすぐにボコ殴りにし始めに行ったから、はい、えいけちゃうんじゃねこれいけちゃうんじゃねそうですね、そこはもう取らない方がいいなと思って、まだ意外と生きてたんでしっかりディフェンスもしてたんで、ここは切り替えてたあのパウンドに徹してましたね。だって1ラウンド3分55早いって思って、時間過ぎるの早かったですよね。めちゃくちゃあっという間だったなんというか
一瞬でドキドキすごいしたのが、あのリングでスリップした時かな、あちょっと大きくズルズルっていった時にちょっと滑るんですよね。滑るんだ。スチュール選手もちょっと最初滑ってましたもんね、うん、今の聞いたように思われちゃったらまずいなっていうふうには思ってましたけど、まあ、追撃も可能性もあるかもしれないからしっかり距離取ってっていうふうにはしてましたね。まあ、でも全然頭のダメージとかはないんで、まあ、すぐできる、もう大晦日できるならやりたいですよね。まあ、それがタイトルマッチじゃなくても防衛戦じゃなくても普通にノンタイトルでも試合したいですね。勝利直後と勝利者マイクのことについても触れていいですか？勝利直後が意外だったのが、ほらあのまたセコンド陣営にタックルしに行くのかなってみんな思ったら、両手上げただけでシーンとしてたから、おお落ち着いてるっていうか、いやなんかもうそうですね、チャンピオンだったらやめようってちょっと思ってました。格好がつかないなと思って。まあ普通でいいやって、普通っていうか、まあ試合で証明できたらいいかなっていうふうに思ってたんで、まあその辺はそんなに意識せずに普通でいました。冷静さを保ってました。勝利者マイク、勝利者マイク、いやまさかの言うこと決めときゃよかったですね。いや結局相談してなくて、まあ、水崎さんもちょっとあの遅れてきてたのもあったんで、なんかずるずるずる時間が過ぎてって当日はまあできないね。いやまさかの会見でお会いしましょうっていうのが、そんな勝利者マイク初めて聞いたと思って。はい、ベルトを取ったんで、防衛戦、大晦日やりたいですね。おほほ、まだ会見でお会いしましょう。会見でお会いしましょう。ありがとうございました。いや絶対違うことを言おうとしてたのに、会見でお会いしましょうって言っちゃいましたね。また次の試合で、次の試合でっていうはずだったのに、会見でお会いしましょう。あれしかも1回噛んでるからね、その直前に。そうです、なんか2回言った、2回言ってる。また会見でお会いしましょう、あれ会見でお会いしましょう、なんかおかしいこと言ったかなって後々考えたら、試合次の大会でお会いします。そう、あなるほどなるほどね、って言おうとしたんだと思って、うん、もう言っちゃったもんは仕方ないって思ってました。なるほど。勝利の実感はその瞬間結構あった、ベルト巻いた直後っていうか。まあそうですね、社長が、うん、ベルトを渡してくれて、おめでとう、よくやったって言ってくれて、でセコンドのみんなも喜んでくれて、安田さんもちょっと目がうるうるしながら寄り添ってくれたんで、すごいみんなが喜んでくれて、自分もすごい嬉しかったですね。でその後が、サトシ選手の試合だったんですけど、サトシ選手もなんかすぐ終わっちゃうし、27秒でした。いや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 って、始まったじゃん、27秒じゃん。やっぱお客さんもねついていけないのか、さっき直樹くんが勝ってみんなこうちょっと余興に浸ってるのもあるのか、応援していたからさ、みんなみんな応援していたり、スーチョー選手にね応援している人ももちろんいたりして、うん、やっぱりそういうなんていうの、試合後の余興がちょっとあった中で試合が始まって27秒、みんな、まあ、結構周りえっ て, えって結構みんな同じ声出ちゃって、あれあーって、しかも打撃ですもんね。そうだから、そうそれ。そうですね。一本 KO が多い試合でめちゃめちゃ面白かったんじゃないですかね。今回の試合は。すごい楽しかった。会場もどうでした？満員でしたか？朝倉海の選手がやっぱり引退だったっていうのもあるから、結構その頃にはもういっぱいになっていたかなっていうのが。朝倉海さんも引退ですもんね。同い年ぐらいじゃないですかね。あ、そうだね。マイ君と同い年ぐらいだね。まあ、会ったことありますけど、めちゃめちゃいい人で、会った時は全然そのすぐ辞めるなんて思ってのもなかったし、まだまだ活躍する選手なんだなっていうふうには見てましたけど、まあ、でもなかなか試合もしないし、どうしたのかなって思いながら思ってたら、もう引退試合になっちゃって、まあ、同じ世代というかそういう人たちが辞めてっちゃうのもちょっと
悲しくなっちゃいますね。自分もっと頑張らないとなっていうふうにも思いますし、まあ桜川環奈選手は特にその最初の方のライジンから出てるんで、引っ張ってライジン引っ張ってった選手なんで余計にですよね。皆さんももっと試合してほしかったと思いますけど、まあしっかり役目を果たしてくれたんじゃないですかね。まあそんなわけで言った通りお話しできることはいっぱいね、はい、お話しさせていただきまして、はい、まだパンは2つ目ですあ、プリンはすぐ食べれますから、うん、プリンちょっと食べましょう。食べるかなんかねプリン好きなんですよねプリン嫌いな人はいないと思うすごいなんかキャラメルが別になってて、おお。気をつけてね、気をつけて。そうそうそう、カステラみたいなやつ、カステラみたいになってる。ああ、やばいやばいやばい、崩れ。いやいや大丈夫大丈夫これなんか硬そうですね。硬めのプリンみたいな。3滴ぐらい、4滴5滴、これでいいんじゃないですか。攻めすぎず、はい、ちょっといただきます。プリン掴めそうですね、やっぱり。あ、全然掴める、すごい。うわ、いただきます。すげえ、豆腐みたい。うん、うん、美味しい。しっかりしてんなこのプリン。でもなんかむしろチーズケーキみたいだよねでもうまい、すごうまい。これは美味しい。おみそかやるとしましたら、はい、誰と戦いたいの。誰、まあ雷神の切り抜き、あれ取られてるか、取られてると思わなくて言ってたんですけど、まあ元谷選手とかにも言いましたし、もし間に合えばやりましょうみたいな感じでも言いましたけど、まあ、全然防衛戦じゃなくても4タイトルでその、まあ、ベラトールの選手とかが出れるなら、ベラトールのバンタムの選手とできるのもすごいいいなっていうふうにも思いますね。まあ、いろいろ選手はたくさんいると思うんで挑戦していきたいなっていうふうにも思います。まあちょっと今週はゆっくりして、まあ、スポンサーさんの挨拶回りだったり手橋に帰ったりして、ちょっとゆっくりしたいと思います。では皆さん、応援ありがとうございました。今回しっかり勝ち切ることができたのもあの皆さんのおかげでもありますので、応援メッセージコメントいつもありがとうございます。また大晦日やるってなった時は皆さんの力もお借りします。それでよろしくお願いします。ではまたね。井上直樹公式ファンクラブオープンしました。オープンしました。まあライブ配信だったり会員限定でグッズ販売だったりグループチャットだったりブログとかやってますので、概要欄に貼ってあるんでぜひご覧ください。